久しぶり。久しぶりですね。今日も可愛いね。じゃあちょっと自己紹介を。はい、ロッシャージにあやです。よろしくお願いします。よろしく。今日はね、銀座にいるんだけど、寿司を食べようと思ってて、今店の前にいます。寿司もう自分は回転寿司しかあまり食べないんですけど。ああ、はいはいはい。肉系の方が多いかもしれない。ああ、なるほどね。じゃあ行きましょう。乾杯。どう、最近は忙しい？普通ぐらいかも。でもモデルの仕事とか忙しいんじゃない？明日滋賀とか。滋賀行きます。明日滋賀。滋賀。へえ。何しに行くの？仕事で。撮影で。滋賀に行ったらなんか観光は時間ある？撮影は結構観光的な撮影。あ、そうなんだ。じゃあ観光地に行ってそこで撮影するみたいな。そんな感じです。あ、いいね、それ。あ、でも琵琶湖行くんだね。そうです。あ、本当だ、すごい綺麗なとこだ。滋賀と言ったら牛肉も有名で、なー、確かに聞いたことある。そうそうそう、結構美味しい牛肉ある。いいですね。札幌で行った時、いろんな札幌の食べたから。なんていう有名な肉。北海道だとラム、うん、ジンギスカンっていう。あ、そうそうそう。羊の肉は有名だね。美味しかったですよ。あともちろん海鮮とか。うん、海鮮は美味しい、うん、めちゃめちゃ美味しい。こっちですか？こっち。魚で、どういう魚？すごい不思議な魚。不思議な魚。テント食べれますね。うん、ヒラメ。クロムツ。クロムツ。すごい。ちょっと炙ってる感じですか？そうね、カラメラ。これはもうめちゃめちゃ甘いと思う。マグロ。マグロ。それそれは知ってますよ。マグロしてた。カウンターとかでさ、作ってるところに見えるじゃん。そうですね。うん、すごい。うん、すごく美味しそう。これはちょっとハイライトだ。めっちゃいいですよ。これって何のさ？これ？今の？今のマグロ。ま、え、今の？その前に食べたのが赤身っていう、まあそれも同じマグロなんだけど。そうなんだよね。部位が違う。なんかサーモンに似て。あ、サーモンに。うん。食べたのはだから一番お腹の部分。油が一番乗ってるところ。知らなかった、大トロは。知らなかった。あの、回転寿司行くって言ったけど、どんな寿司食べんの？サーモン、マグロ。マグロと、なんかエビとか。あ、エビね。はいはい。イカとか、タコとか。イカタコ。これは、うん、イカ。塩がついてるね。そうですね。そうです。イカも美味しいです。あの、結構外国人にとってイカ少し噛み応えがあるというか注意って言われてさ、あんまり得意じゃないっていう人が多いんだけど。え、そうなの？そうそう。
美味しいです。美味しい美味しい。俺もすごい好きだね。イカちゃんも。はい。なんかそうちょっとカットしてるんだよ。全然辛くないし。うんうん、そうね。お肌。うん。癖がありますね。うん。めっちゃ美味しい。うん。味。うん、すごい。味。うん、めっちゃ美味しい。すごく柔らかい。うん。今さ、日本に来てどのぐらいだっけ？去年の3月から練馬は1年半ぐらいですね。これから長くいられるといいですよ。これからもう日本にいたいっていう感じ。まあ、そうですよね。多分来年の夏1回地元に帰って、あ、はいはい、まあ、3ヶ月ぐらい。なんで日本にいたいと思う？なんか日本にいるのはいるときはなんかやりたいことができるから、自分で例えばなんか YouTube とかモデルとかカメラマンの仕事とか、あ、地元は結構田舎だから、うん、チャンスがあんまりない。そうですね、やるとしたら多分モスクワの方。あ、なるほど。そう、寒くて無理です。ちょっとだろう、外国人じゃないからみんな同じのレベルって。確かに、それはあるかもしれないね。うん、特別扱いしてくれる時もあるしね。うん、大好きなエビ。わー、すごいですね。美味しそう。いただきます。うん。めっちゃ美味しい。うん、日本に行く前に、ロシア人とか、ロシア人に土地に合うかなってめっちゃ悩んでて。うん、でも日本に来たよ。全然大丈夫でした。ロシアでもなんか寿司って言えば、まあ、ロールみたいなやつもありますね。ロシアの寿司だとマヨネーズとお米の味しか覚えてないです。マヨネーズめっちゃめっちゃ入ってます。魚より、うん、カニのやつ、カニのコンビニのね。あ、カニカマみたいな。カニカマ、そうですね。これめっちゃ人気です。あ、そうなの？ロシアで？ロシアで。へぇ。ロシアでもあれ、カニじゃない？そう、カニじゃないです。魚ですよ。うん。それロシアでも日本でも同じぐらいで流行って、どこでも買えるんですよ。結構安いし。そうなんだ。ロシア人が大好きなやつ来たよ。うん。ロシアといえばやっぱり、いくら？私と妹、月で1回ぐらい、おじいちゃんとおばあちゃんの家に行って、うん、毎回あのいくら、もう飽きちゃったよ。そうなんだ。だから高いですよね。高いよね。でも毎回食べたら飽きちゃいますよ。え、じゃない。ちょっとだけでいいんじゃないですか。家結構お金持ちだったの。おじいちゃんはなんか高いもの好きっていうか。だって普通さ、ロシアだと1年に1回例えばニューイヤーとかに食べるっていうイメージ。そんな感じ、普通にそんな感じだけど、確かにあの毎日食べれるものじゃないですよね。ものじゃないね。日本のイクラとロシアのイクラのその違いみたいなのってある？ロシアの方がちょっと酸っぱいっていうか、あれなんか中に結構塩入っちゃう、うん、あ、はいはい、だからちょっと味違うかなと思って。じゃあ日本のイクラを、はい、食べてみます。結構、ね、大きいんですよ。チーズの始まるとばっかり。あ、なんかめっちゃ美味しい。なんか今まで食べたことないイクラの味。いつもと違う。うん、いつもと違う。なんか味優しいっていうか。あ、めっちゃ美味しいです。おばあちゃんから電話来て、なんかどうやって寿司作れる、あ、自分で作ったことないけど何を使ってるかが分かるけど、うん、それでロシアで買えるなら作れると思う。あ、いいじゃんいいじゃん。うん、あの来年帰るときにさ、めっちゃ帰れば粒貝、はい、貝とか食べる？あんま、でも普段はあんまり食べない。普段は食べない。回転寿司ってあるか
回転寿司もあるよ。でも生じゃないと思う。そうですよね。ちっちゃいやつしかない。あ、そうだね。これすごい大きいよね。これすごい。めちゃめちゃ大きい。あれ、結構硬いですし。うん、おいしい。プロシューに関しては結構なんか不思議な食べ物。もう覚えてるわ。すげえ暴れてる。生きてますか？そうそう、まだ生きてる。え、怖い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 。すごい。写真撮る。食べていいかな。ロシアでも貝あるけど、うん、ここまで流行ってないっていうか、しかも生で食べることあんまないよね。ないんですよね、うん、日本だと結構安全っていうか、うん、生の食べてもなんかロシアの良くない店って多分お腹壊しちゃってる人が多くて、あ、まあ、怖いですね。これはウニ、うん、ウニってわかる？わかります。食べたことあります。もう美味しいけど結構高いですよね。そうね、ウニは高い、うん、赤いのやつ。そうそう、しじみだね。うなぎみたいな、うなぎわかる？うん、あ、わかります。うなぎっぽいやつ。回転寿司、たまにうなぎの寿司もあるんですよ。あ、あるね。うん。あったかいです。あったかい、あったかい。いただきます。うん。うん。確かにうなぎに似てますね。うんうん。最初に日本に来たきっかけって、まあ、多分前聞いたと思うけど、うん、なんかいろんな国があるじゃん。例えばアジアもそうだし、うん、そうですね、中国もあるしさ、韓国とか台湾とか香港とか、うん、いろんな国がある中で、なんで日本に行こうと思ったの？でも最初からアニメじゃなかったら多分他の国でも同じぐらいで興味はあったかもしれないです、うん、なるほどね。じゃあ最初の入りはアニメだった？絶対アニメの中で、あ、やっぱり日本だけ行ってみたいな。この国はのことはあまり何も知らなくて、うん、なんか知らないから別に行きたいという理由は特にないっていう。韓国だったら、ね、辛いしね。絶対無理ですよ。あの日本の中でも他の国の料理もあるけど、うん、やっぱり日本の料理一番口に合うかもしれないですね。親は来ないの？日本に来たことある？ない、来たことないです。お父さんは旅行は結構辛いっていうか、はいはい、行くのは健康的に体は弱くて、あんまり遠いところは絶対行けない。ね、1回ぐらい来てほしいけどね、みたいな。うん、そうですね。連れてきたいし。そうだね。妹もめちゃめちゃ日本に行きたい。妹いるんか？そう、妹いるんですよ。なんか今日本語を勉強して。マジ？え、来る？でもコロナ終わったら多分、くれると思う。まあ、仕事頑張ってお金全然送るんだけど、70万ですよ。日本語学校ね。そうですね。観光の方が高くって感じ。こちらでどう？はい、ありがとうございます。じゃあ、鎌倉。はい、いただきます。うん。卵。うん。美味しいです。あ、スイーツみたいな。うん、確かに。
もぐら系、うん、日本のもぐら系すごい甘いですよね。ロシアだと卵作るときは絶対砂糖入れない。肉ね、塩とか。そうだよね。え、甘いの、甘いでも甘いのでも作れるんだ。ロシア、あ、ロシアの、うん、はい、日本もすごい。ありがとうございます。本当にうまいですよね。1年しかいないんですよ、まだ。1年ちょい。1年ちょい。行ってないんですよ。自分で全部勉強して。こっちに来て、うん、来る前に向こうでちょっと勉強して、で、日本に来た時あんまり喋れなかったんですよ。本当に美味しかったです。ねえ、どうぞ、またありがとうございます。最近だからあんまりね、外国人の方が来るか、はい、外国人と言っちゃいけないですけど、見ないですからね。そうですね、前までのね、銀座は多かったですけど、観光客がいなくなっちゃったので、まあ、ほとんどはね、見ないですから。銀座だとあまり外国人いるようなイメージはあまりないですね。渋谷とか新宿の方が、まあ、観光スポットとしては確かに人気だね。そうですね。私初めて日本に来た時1週間しかいなくて、そうは渋谷、新宿とかしか行けなくて、はいはい、そう時間的に。あと秋葉原は半年、もう日本にいるのは半年ぐらいで行って、まだ秋葉原行ったことない。そう、あ、じゃあ最初半年前に、半年前にやっと行ったんだ。そうそう、やっと行って。すごくアニメ好きなのに。アニメ好き。最初に日本を知ったきっかけがアニメだったので。すごいですね、アニメ。アニメすごいっすよ、本当に。やっぱ誰に聞いてもなんで日本が好きなのっていうか、アニメとか漫画とか。そうですよね、多分子供の頃からの見てる人だったとか、ポケモンとか、ポケモン、セーラームーンとか、15か16歳から見て、宮崎駿さんの、はい、あ、ジブリ、そう、ジブリの方を見て、あと、ジブリだったら何がいい、好きなやつ。千と千尋は一番好き。あ、千と千尋か。もう海外ですごい人気あるよね。一番人気だと思います。今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとう。めっちゃ美味しかったです。何が一番良かった？大トロ？マグロ。あ、マグロね。うん、大トロ。そうですね、めっちゃ美味しかった。今 YouTube 始まって。うんうん。じゃあリンクに、あやのチャンネルも貼っとくんで。ぜひ登録お願いします。はい。じゃあありがとう。バイバイ。